花尾由郎の音楽魂。はい、こんにちは、金尾義郎です。1週間ご無沙汰いたしました。今日は何日でしょうかね。12月のもう、15になりましょうかね。早いですね、1年がね、本当にあっという間に過ぎ去りますが、おなじみ高橋真子さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いいたします。ね、可愛いね、その T シャツ。可愛いでしょ。猫のね、うん、猫の顔しか見えなかったからギター弾いてんだね、それね。うん、松下利美さんでございます。こんにちは、よろしくお願いいたします。今日はね、素敵なゲスト、早速ねご紹介しましょう。もうお会いするのがどれぐらい、6年ぶりぐらいになります。亜美愛理さんです。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。ねえ、あれですよね、この番組というか僕のコーナーの時ですよね。確かそうです、そうですね。すごい懐かしいなと思いながらも、でもあっという間だったなと思って、ね、15分のコーナーやってたの。金田明のときめきジュークボックスって、おそらくその中の、そうですその中の15分の金尾義郎コーナーというのが昔あったんですよ。はい、だからその映像も撮ってないしね。あの時はその音源とかも後からね、することもあんまりなかったような気もしますよね。もうなんか終わったら終わりっぱなしだった。そう確か。だから、本当に生放送のその時間だけの、ね、うん、ものでしたけども。そうですね。今もなんか早速流れてるですよね。これは。トラック。流れてる？そうか、流れてるんだね、みんなには。流れてる。そうだね、これつけてない。いや、それ BGM 的に流れてる、ね、的にね、れこれね、今回亜美愛理さんのね、新しい CD になりましょうか、ね、はい、この辺りの日々というCD です。この辺りの日々っていうね、これイラストのね、おじさんの顔が出て、おじさんで失礼ですけど、まあ、松岡さんっていう、松岡さんの、おじさまで、なんかこうのどかな感じがね。この辺りの日々って、私いいですか、ちょっと喋っても、どうぞ。大田区上池台3丁目で、ポンと花っていう、カフェ、ライブもできるカフェを今やってるんですね。なんていうお店ですか。ポンと花。ポンと花。ポンちゃんと花ちゃんっていう猫の名前なんです。私猫好きだよね。これもうすぐに響きましたから、ビビビ、そう、最後取られるなよって感じで僕もね、猫ね、3匹飼ってたんだけど。そうですよね。僕、そうそう、でもね、外で飼ってたんだよ。外で、家の中じゃなくてね。そうですか。外で小屋作って。うちはもう4匹家猫で今います。そうなんだ。はい、その初代のポンと花っていうのが、名前の由来で、ポンと花っていうお店にして、お店は父がもともと板金業をやっていた大田上池台の工場跡を、リノベーションして、ちょっとロフトっぽい感じのカフェをやって、まあ、みんなで楽しめる場所が作りたくて、このカフェを始めました。それが2013年、もう5年目に入ったんですけど、そこに来たのがお客さんのこの松岡さん、おじさま。松岡さん。そう、ちょっと酔っ払いつつ、ふらふらとワンコも連れて入れるカフェなので、うちは。そうなんだ。そう、ワンコ散歩がてら来てくれて、それでちょっと自分の書いた、PTA 会長だったんですよ、この、松岡さん。松岡さん。そう。それでその会、その祝辞、卒業式の祝辞を曲にしてほしいっていうことで、そこから始まったのがこの CD のスタートです。そうですか。はい。松岡さんもね、もう62歳ということでね、はい、僕らとまあ、ちょっと同じぐらい。うちの上だよ。上だよね。すごい、もう、なんか違う。何が違うか言えないけど、なんかびっくり。何も言えない。いろいろびっくり。いや、でもね、こういう、その松岡さんとの出会いがね、松岡さんもいろいろ、これ書いてありますが、まあ、いろんなことをやられてて、海外行かれたこともあるし、ラグビーね、やられて、はい、学生時代もあるし、みたいなことで。
いろんなことを経験した、ね、ことがいろいろ書いてありますけども、まあ、それで亜美さんと出会って、はい、その松、あの松岡さんのが詩を書かれたということですね。そうですね。なんかもともと言葉を書くのが好きで、自分の本も出してらしたんですよ。自分でね、あの旅の本みたいな。あ、そういうことなんだ。だから多分書くことはお好きだったみたいですね。はい。それで、なので、その中の、まあ、あの、まあ、ほとんどっていうか全ての詩は松岡さんの歌詞で、そうです、曲がいろいろね、はい、あのいろんな方があの、はい、素晴らしい方がね書いていらっしゃったりしますが、早速ねその中から、はい、あの1曲ご紹介いたしましょうか、はい、これはこのアルバムのこの辺りの日々というアルバムのですね、これは、2曲目、うん、2曲目、娘の初恋というね、うん、はい、歌なんですけども、はい、昭和ノスタルジーが残る名曲、池上線の海の親、そう、ね、作曲した方があの西島美恵子さん、はい、ね、そうです、そうです、で池上線のね、やっぱり大田区で出会って大田区つながりだったから、それですぐ思い出したのが池上線の西島美恵子さんにこれ書いてもらえないかなって思ったのが、うん、まず最初のとっかかりで、うん、あ、そうなんだ、はい、はあ、やっぱり東京だよね。俺、筑豊だからね。なかなか、農方つながりで、みたいな、ね、ただあの、何々さんとか言っても、あれもいなかったりなんかするから。結構いるじゃないですか。いるじゃないですか。いろいろいるんですよね、でもね。うん、そういう、なんかいいね、あの、ま、街のつながりがあるんで、ね。そうですね。それじゃあ、1曲目聞いて、あ、これ2曲目ですね。娘の初恋、聞いてみましょう。写真立て家族の写真、父さんに寄り添う幼い娘、あどけなくて愛おしくて、地方暮らしの君を訪ねたら、久しぶりだね大人になった、綺麗に片付いて、食事に行こうよとお好み焼きに、なんで相席友達かい、頬赤く染めて初めて間もないんだね、二人揃ったうつむき加減も美しくて眩しくて、もう父さんの手は届かないけど、寂しくないとは言えないけれど、
はい、ということでね、素敵な曲じゃないですか、この仕上がりがね。はい。なんていうかな、僕らの世代だと、この曲の作り方とか、歌詞とかっていうのは、特にね、娘を親、思う親心っていう。そうそうそう、お父さんの特にね。ね、うん、ぐっときますよね、うん。ありがとうございます。もう、ちょっと今も話してましたけど、うん、まあ、YouTube とか撮っててね、はい、このライブの話はあんまりあれだけども、この映像、ね、放送をお聞きの皆様はね、うんうん、このフルでこれをずっとね、はい、聞かれたと思うんですけど、はい、いかがでしたでしょうか、この親心というかね、ありがとうございます。これ3部作になってて、うん、1曲目が卒業する君へ、はいはい、うん、2曲目が娘の初恋、うん、3曲目は、結婚式の君へって、こう娘の一連のね、お父さんのこう、そうか嬉しくも悲しくも悔しい気持ちがいろいろ入っておりますね。なるほどね、うんうん、これこの1曲目が卒業式の君へっていう、ね、そう、うん、卒業する君なんです、うんうんうん、で今のがちょっと成長して初恋して、初恋で結婚しちゃうんです3曲目で、うんうんうん、で次に4曲目は、この辺りの日々のこの題名で、うん、お父さんこう悲しみように打ちひしがれ飲んだくれる歌がこの辺りの日々っていうこの 題名になっております。娘を帰ってこいよみたいな感じあ、そういうことね。なんか一連のストーリーになって、まあ、今日ちょっと生でも後で歌わせてもらう最後のねえねえっていう曲は、うん、まあ、そんなことしてちゃダメだ、大人なんだから平和を願っていこうぜっていう感じの最後は反戦歌的なちょっとね感じで、ううです、ね、まあ、ストーリーが完結して親父果てるみたいな感じですね、うん、そのような流れになっておりますので、うん、ぜひこう一連で聴いてもらいたいなと思います。なるほど、うん、これはトランジスタレコードから発売されてますね、はいはい、これいつ発売になったんですか。11月1日です。あ、11月1日、うん、ちょっとばっかり、出たばっかりっていうね、はい、これは本当にね、素敵な曲がたくさん散りばめられておりますからね、お楽しみいただきたいと思います、うんうん、こう亜美愛理さんのね写真も出て、ありがとうございます、ね、偶然撮れた一枚だからこれ表だけ見たらね、これ新譜出たんだけど何これとか思っちゃうよ、ね、普通の親父だから、うん、普通の親父ちょっと、まあ、すみません失礼しました、ということでですね、今日はちょっと生演奏っていうかね、生演奏もねぜひね、はい、僕聞きたいなとか思うんですけどもですね、はい、ちょっと誠さんの力を借りて、あ、高橋誠さんとね、高橋誠さんとはなんかまあ前から知り合いだったっていうわけじゃ ないんですけどね、ちょっとなんか別れ際にすれ違ったのが2回ほどそうなんだ、うん、横浜のね、まあ、そうかそうか、はい、サム君のとこね、そうですね、CD には一緒に名前を連ねさせていただいて、サムさんの還暦 CD に入ってるんで、あ、そうなんだ、はい、あそこできた頃ってよく知ってて、その前から僕彼のこと、そうですか、そうなんです、まだ1回目出たことないんですよ、行ったことない、うん、やったことないんですけど、そうですか、この間だからちょっといろいろ他の共通の友達の話もあって、うん、ちょっと会話というかね、ちょっと文章の中で会話したことがあって、そこでこの先週のゲストの阿美為さんの阿美さんたち、うん、ダブルアミライブっていうのを4回やった、うん、俺に黙ってそんなことするのそう俺全然知らなかった、それで聞いた、すごい風の中で盾がすごいかっこよくて、改めていい、ね、思い出したんですから、そうなんですか、会いたいなと思った、いや本当それ僕知らなかった、全くそのダブルアミライブダブルアミライブ本当チャドっていう池尻大橋にもライブハウスあるんですけど、うん、はいはい、ここでもアミが2人いて、うん、あ、お前どっちのアミだとか、どっちだとかってよくチャドのマスターに言われてアミですとかって言うと、どっちだとかって言われて、なるほどね、
ああそうだったんだ。僕な、ね、何のあれかよく どういう接点があるのかなとか思って、ね、でもね、アミでそれで結構人とぶつかるんで、途中で私、うん、アミアイリっていう名前にちょっとユニット名っぽく変えたんですよ。そうなんです。そうしないと、そうなの、アミさん、アミさんってアミさんいっぱいいるんで、どこのアミだよ、どのアミだよってみんなに言われる。アミアイリですって言うと、うん、多分一人しかいないので。うそうだね、はい。あ、そういう季節があったんですね。うん、まあ、アミアイリっていうのはユニット名でもあるんですけど、うんうんうん、なるほどね。そうです、はい。へえ、いやちょっとそれびっくりしましたね。だからアミタメがね、まあなんかね、あのこの間ウォールに書き込んでて、アミアミダブルアミとかなんかよくわかんない、カナオさんにお断りしますので。いやいやいや、そんないいんですけども、でもね、そういうつながりがあったらよかったね、うんうん、ぜひ。であの二人もすごくね、なんかこう言い方大人だしね、人間的に、ね、一緒にライブやるとなんかすごい素敵な気持ちになるの、平和な、そう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 、あったかい気持ちになる、なんかね、うん、まあ、あのまこちゃんと僕なんかよりも全然大人だよね、もう私も悪役だもんね。単なる小僧だから。単なる小僧だから。ということでね、今日ちょっと生歌を言ってみましょうか。はい。何をしましょうか。じゃあちょっと懐かしい曲で、はい、これ松尾さんに紹介してもらって、うん、カナオさんにつながって、うん、はい、松尾さんって今アミアイリのバンドのドラムを今まだやって叩いてくれてます。あ、松尾君ね。松尾さん、はいはいはい。はい、でその時から一緒に録音したり、ここでも多分歌ったと思います。懐かしい猫というアルバムからジャングルジムという曲なんですけど、はいはい、ジャングルジムいいね。ジャングルジムに飛び乗って、山の向こうに気持ち飛ばして、
じて君がいたんだ、大事にしたいんだ、歌ってたいんだ、気づいたんだ、大事なことしなきゃいけないこと、君がいたんだ、背中押されたんだ、幸せ感じたんだ、yeah, yeah. Yeah. Yeah.すぐこうやってね、あのやって いかがですか、このライブ感というのね。え、これ練習、それ練習してさやるもんじゃないよね。冷やせ的な汗が冷やせ的な、いや、あのね、やっぱこういうこの中でね、こうやってこう盛り上がっていくというね、あの2人のこうね、初めて会った気持ちがこういいです ね溶け合っていくという、これはやっぱ音楽魂のそうです ね意気込みでありましょうか。言葉を超えるってやつですね。そうですね。いらないみたいなね、そういう歌ありましたね。Still I Love You とか、ね、あ、失礼しました。ということでね、あの早速、今日メール、行きましょうか、はい、ファックスですね。はい、皆さんこんにちは。はい、双子座星、流星群はご覧になりましたか？で昨日だったの？そうなんですね。そうなんだ。見てません。うん、サソリ座流星群は俺あかんけど。あ、そうなんだ。ね、オイラはちょっとだけ見られました。オイラっていうのは、ミキさんですね。先週も、ね、はい、先週も楽しかったですね。はい、相変わらず阿弥陀さんは、うん、お三方との仲間感が強く、うん、飲み会での会話を聞いてるようなリラックスっぷりでしたね。あの酒飲んでやってんじゃないかっていう話があるんだよね。そして阿弥愛理さん、ようこそお帰りなさい、はい、とは言っても5年くらい前に聞き始めたオイラは初めましてですけど、はい、お名前に愛理とあったので、うん、昔レゲエのお皿回しをやっていたオーラとしては、うん、ジャマイカの最高な気分みたいなニュアンスで使う愛理を連想してしまい、うん、最高な亜美さんって思ってしまいます。嬉しい。それに動画を拝見したら、オイラが昔仲良しだった有歌壇の歌もされてますね。オイラの歌は、この歌は大好きなんで、本人たちの前でも歌ったりしてました。今日はお三方との楽しい時間を過ごしてくださいね、うん、それがこっちにも伝わって楽しくなりますので、はい、リクエスト、アミアリさんは、うん、ブルージーな朝の風も好きだし、うん、男がゴミ箱で終わらなくて済んだライフゴーゾーンも良いし、選べません、うん、何でも OK です。それはあるの？そういう歌があるんですか。男なんて最低っていう曲がある、あったね。あ、それ知ってる知ってる知ってる。いい歌だ、うん、いいよね。みんなで合唱する、聞きたいね。あ、そうそう、そういうのを聞きたいけどね。聞きたいね、それ。今日は綺麗に終わりたい、ね、ですですって、今日は、じゃあ次回ね、うん、次回またちょっとイメージをね変えたいんだよね。そう、ニューアルバムのちょっとさっきの、あの、これはメインのね、あの今日のメインはあのこのアルバム、この、この辺りの日々っていうね、ちょっとこれやっぱりイメージをちょっと ね素敵な感じの、加納さんもリクエストいただいてますね。オンユアサイド、はいはい、これ娘の歌、はい、オンユアサイドっていうのは娘の歌だね、うん、あ、そうですか、うん、それとユー、それからユーだけど何でも OK です。ユー、うん、はあの昔の女の歌。え、ゆうさん、ゆうくん、どっちもいいな。ゆうくん、そんなことないか。P.S. 加納さん、明後日の国歌読書を頑張ってください。阿弥陀さんに負けんごと。国歌斉唱と言いますとですね、これ17日にね、女子プロレスのね、うん、僕はあのー、国歌、あの、後楽園ホールでね、後楽園ホールでね、やらせていただくようになりましたけどもね。うん、今やってみたらどうですか？やってます。ギターとそこから始まる。うん、いや、国歌がね、こう、あの、アカペラで流れ始めたら、これ、うん、何の番組だろうと、そこから聞いた人は思っちゃう。アミアイさんもね、あの、秩父の宮でね、2010年。
ね、2010年ラグビーのね時に、はい、なるほどね、恐ろしいですね、あれは出だしを間違えたら上が出なくなりますからね誰も助けてくれないアカペラ、ギターの頭の音出すわけいかないからアカペラだもんね、アカペラよ、そうね、ああああああ練習しといた方がいいよ、ね、でも国歌を練習してさあのした人あんまいないよね、いやしてるんじゃない、出る人やるんだ、出だしだけね、キーキーキー、もうその音から出れるというキー、いや俺どっから出ても出れるよ出るのは出てるね、出るけどね、あれはね深い意味が深いから、そうですね、あの難しいですよね、もっとみんな歌った方がいいですよ、もうラフにね、やっぱりなんていうかな、こうレパートリーをね、18番国歌っていうね。そう。それも。俺の18番国歌みたいなね。国歌毎朝歌ってもいいぐらいです。ねえ。ちょっとね、でもね、初めての経験でね、僕も楽しみですね。17日、後楽園ホール、でね、歌わせていただきますね。あれ、JW、なんだっけ、女子プロ、名前が変わるって書いてましたよね。女子プロレスの、タイトルマッチね、そのまあ時に歌わせていただきます。どう緊張しました、あれ。しますよ。でもリングの上に出てみたいっていうのはあるよね。ありますね。なんか戦ってみたいみたいな、秩父宮ってあそこで、神宮前のあそこでやったんでしょ。そうです。だから、ね、2万人近く人間が いたんですよ。本当。すごい、なんかその一人で歌うの。圧迫感ってすごいですよ。ああ、そうなんだ。なんか人間のエネルギーの圧ってすごいですよね。そこまでこう、ね、とぼとぼと歩いて行ってマイクの前にスッて立って。うんうん、キーもうみたいな。ああそう。そしたらね、でも途中からやっぱりみんな知ってるから、選手とかお客さんが一緒に歌ってくれ始めたんですよ。そしたらちょっとふ君がようはぐらいも歌うと、次に地上にから一緒にこう歌ってくるの。そうそうね、ふってね、よっしゃみたいな感じがありましたね。そういうのもあるんだ。で選手たちはみんなこう胸を押さえながら、あ胸、胸が痛いのかな。いやいやいや。そうなるほどね。そうするとなんかこう、感動する。A2 に入りますよ。なるほどね。やるとこ行きますよ。だからみんなも巻き込んで。巻き込んで。巻き込むね。青は言っちゃいけないじゃない。青はダメでしょ、やっぱり。アウトだね。君が。やだやだ。それはちょっとダメでしょ。あのね、あれはね、フェイクなんかしちゃダメなの。あの歌は。やっぱりね。いや、でも結構聞いてたらいたよ。本当？フェイクとか、あの、こうちょっと拳入れたりなんかしちゃダメなの。あれちょっと入れる人がいたのよ。あのちょっと何人か見てて。私も見た、いろいろ。ね。研究やっぱり。見たやっぱり。いっぱい見た。俺も見てみたのよ。したらね、俺一番気に入ったのはウィーン少年合唱団と、あとね、あの人、あの天童よしみさん。ああ。もう抜群だったね。素晴らしい、あの感動した。うん、なんか割とポップス系の人とかは、あのそんな風には思わなかったんだけど、なんかね、あの天童よしみさんとね、あのウィーン少年合唱団、ね、ちょっと感激しました。天童よしみさん素晴らしいね。あ、ここからの話ばっかりだ、すみません、ね、ここからはみたいな、ここからはみたいな、この辺りの日々というね、アミアエリさんの新しいアルバムの中からね、もう一曲ね、聴、はい、いてみましょう。この曲は何にしましょうか。この辺りの日々の中のタイトル曲なんですけど、松岡さんお酒が大好きな方で、私も大好きで、みんなも大好きでなんですけども、お酒が好きな方いいね。でもあのこの辺りの日々ってなんかこう、夕焼けを見ながら、思い出すことがたくさんある年齢になってきた時にこの詩がきっと彼の中から出てきて、誰にでもなんかこう懐かしい夕焼けが見える景色ってあるじゃないですか。そんなことをちょっと思い浮かべて聞いてもらえたら、そうでそうしながら一杯飲むみたいな感じがこういい感じで出来上がりましたので、ぜひこの辺りの日々、ね、なるほど、この辺りの日々、はい、We'll be right back.
ていた。あの楽しみがいつか過ぎ去り、一年前のその思い出が今同じ季節を迎えてる。せば遥か彼方に山並み霞み、夕焼け虹色になる。酒を煽れば思いが巡る。気がつくこの辺りの日々、時を戻れば蘇るあの日、遠いあの懐かしい風に乗って ということでね、素敵な歌じゃないですかこれはね。なんかね、あのちょっとお酒でも飲みたくなるようなね、あの雰囲気、ね、夕方のね感じの昼間から飲んで、あのこの、まあ、アルバムのタイトル曲ですね、うん、はい、今ね、この辺りの日々という、これも作曲の方があの高橋真理子さんとかの、ね、ヒット、ごめんねっていうね、はい、曲 の、 あの代表曲の、作曲家の水島、康弘さん、はい、ですね、はい、これは結構あのそういう人たちがいろいろ有名どころがこう作曲とか されているっていうことは、まあ、支えてくれたっていうところありますね、うん、あの、はい、なんですかこうちょっとイメージチェンジして、あれ紅白とか狙ってんの、うん、大きい声では言えないけどいやでもなんかね、そういう感じのアルバムって言ったらね、色がわかるんだよね、うん、
あのそうじゃないね、ちょっとやっぱりこうあったかい感じをしますよね、はい、このアルバムってね、はいはい、あのそういうこれヒットしようっていうね、うレコード会社がバーってこう金かけてやってるアルバムって分かるわけよ、はい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 、俺も一回そういうね、痛い目にあったことあるから痛い目だってこれもう一押しみたいになるじゃん、そうするともうアレンジャーから何かも全部変わるわけよ、うんほんでもう自分たちの俺の歌ぐらいしか残ってなかったりするわけ、でそういうのとはねまた違うね、なんかみんながねこう寄り合って、ね、気持ちでねツルツルってできちゃったんですよ、うん、だからそういう、まあ、もちろん素晴らしい方々のね作曲者の方々もいらっしゃいますが、うんうん、なんかこうあったかい感じがするよね、そう、そういう話にみんな賛同してくれてなんか書いてくれたっていう、うんところがあるんですよ、うん、西島さんも満島さんも、うん、三原さんも、うん、もう一人だけあの、うん慶応の教授で松岡さんのお友達の方が3曲目、うん、まあすごい頭のいい大教授です、やっぱり一芸に秀でてる方は二芸も三芸も持つんだろう、ピアノがお上手でパパパパってね作曲しちゃったんですよ、それがとっても素敵だったもんですから3曲目に結婚式の君へっていう曲で入ってます、へ、一人、まあ、いろんな人が西先生と、ね、西先生あ、西さん、あ、そうですか、はいはい、いろんな方が本当に協力してくれて、温かくできました。で紅白狙おうかなって。なるほど。紅白。そんな紅白の曲もあっていいだろう、ね、一般の方々っていうのはやっぱりそういうテレビに出るとかね、うん、そういうのは好きだね。好きね。分かりやすいんだよね、きっとね。うん、だから地方の方も分かるじゃない。うんうん、例えばあの被災地の方がね、うん、大変な時にね。うん芸能人が行ったらね、うん、あのスマホで写真撮ったりもするわけよ、あの大変な目にあっても、だ日本ってそういう感じなんだね、それよくも悪しきもあるかもしれない、そうそう、いい部分もあるかもね、うん、そうだから一つはそういう紅白とか出ないと田舎の人たちはほら知ることもできないわけじゃん、そうですね、ねえ、うん、それはでも紅白ぜひね鼻で笑わないで、お願いしますでも 俺結構最初に頃に会った頃のさっきのジャングルジムじゃないけど、うん、そのああいうアミちゃんの方がもいいと思うよ、うんうんうん、まあこれももちろんね、うん、素晴らしい、うん、今度次回はね、うん、もっと壊れたアミちゃんを壊れただからさっきのやっぱそういう両方できるっていうね、それは素晴らしいなと思うし、はいはい、これはなんかこう割とあのおそらく全体的にあったかい感じのね、うん、これがいい、この人の顔がいい、ね、顔が ね、このね絵をね描いてくださったのが最後のねーねーの作曲家の三原さんの奥さんの蜷川美穂さんって言って、蜷川監督お亡くなりになったじゃないですか、うんうんうん、あの彼の姪っ子さんなんですよ、それで、すごくいいね、やっぱりお友達になって、うん、やっぱり絵をずっと描いてて、うん、あの蜷川美香さんも絵の人でしょ、はい、あの蜷川監督の、はいはい、だからずっと一緒に お父様が早く亡くなられて、なんか蜷川監督がお父さんみたいにしてずっと小さい頃から育てられてきたみたいなので、うん、でその彼女がつるつるってこう書いてくれたんです、うん、ああそういうことなんだ、うん、なんかつながりがね、そうなん、そういう感じでできたの、うん、そう、ね、そのコント花っていうお店を通じてつながってた人と、うん、この CD が出来上がったっていう感じなんですよ、うんうん、なるほど ね、これカナオさんのお友達のアキューさん誰か似てる、ね、なんかね、こういう方いらっしゃいますよね、結構いらっしゃいますわ、なんかぜひ優しい顔して、ね、すごくいいな、なかなかね、いい、ほっこりと、ね、ほっこりしますね、心温まるね、はい、CD になっておりますけど、そう、裏はかっこいいですよね、うん、あの裏はね、偶然撮れた写真、めちゃめちゃかっこいい、あれみたいな、使わなきゃな、うん、タトゥーがシールですか、うん、タトゥーです、タトゥーね、まあ、バーコードみたいなもの気をつけて、うん、はい、今日はファックスもう他に来てないですか、来てないですね、本当、そうかそうか、寒いからかな、寒くなりましたけどですね。ね、どうしましょうかね。このアルバム聞きましたが、はい、はい、どうぞ。はい、宣伝していいですか。来年の6月3日なんですけど、うん、第4回目になるんですが、うん、赤レンガ倉庫
ホール1号館のね、毎年1回アミアイリコンサートをやっていて、まあコンサートというかライブですね、これが来年6月3日の日曜日、6月3日来年ね、2018年の、6月3日、やりますので、またいろんなとこで宣伝させていただきたいと思うので、ぜひ赤レンガ倉庫ね、すごいあそこの場所、横浜が大好きなので、ああなるほどね、もう僕も好きなんですけどもね、いろいろ訳がありまして深いことは聞かないでくださいいい場所です、ね、それ聞いてくれっていう、いや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 。そこの話をぜひ今度ね、ゆっくりやりしましょうね、ということで ね、どうしますか、リクエスト来てますよ、あ、何が来てさっきの、お庭サイドか、いうだけど何でも、ミキサーの曲聞きたい、娘の歌か、娘の歌か、娘の歌か、女の歌か、そうだ女房の歌か女房の歌は違うないんだよね、俺母親の歌作ってないの、まだ親父の歌と娘の歌あるの、母はねまたあのちょっと九州、ちょっと施設に入ってますが、なんとか元気でね、あのちょっともう記憶はねないんで、そうですか、なかなかこの間歌いに行ったんですよ施設にね、それで一番前で聞いてたんだけど、他人を見るみたいなお前は誰だってそうそう、しかしね母は僕って分かったのは拍手しなかったのに一人だけ、他の人は拍手したり乗ったりするんだけども、一番前で拍手しなかったのは、僕のこと分かってるからです。それを感じたね。それでもはっきり言ったもん、あんた誰ねって言われた。あ、その後に？あんたは誰ねって言われた。いや、金尾芳郎だけど、あ、金尾芳郎ねって覚えてるわけよ。金尾芳郎持ったろとか言う。うちの兄貴、兄貴のね。俺の二人で今日来たんやから、あ、そうね、ありがとうって、あ、なんかいい感じの話、ね、ということでね、娘の歌やりますか、オンニューサイド、絵ですかね、絵ですよ絵ですよ、いきますか、じゃあなんか、あ、まあいいか、
てもそれでもいいのさ。あなたが選んだその道歩けばいいのさ。はい、博多のミキさんのリクエストの答えしましてオンリーサイドをお届けしました。さて、今日のゲストですけどもですね、亜美愛理さんですけども、はい、今日最後にね、亜美さんに、じゃあ、亜美さんと、高嶋琴さんの演奏をね、で、締めますか。このアルバムの曲俺が最後にするかったから普段あんまり一人で頑張らないもんですけど、でも今日は高嶋琴さんがいてくださるんで、はいはい、ちょっと頑張ってやります。あ、そうですか、はい、この曲最近は何、弾き語りはあんましないんですか。しないですね。もう嘘、必ず誰か、まあ一人ぐらいに助っ人を頼みで自分が弾くっていうのはありますけれども、あのね、た一人は結構ね、そのユニットとかバンドがあるとバンドに頼っちゃうでしょ。そう、俺この間お袋のだって施設とか生まれた老人ホームとか最近行ってんだけど、一人で弾くとまたね、ちょっとまた戻ってきますよね。あ、そうですか、うん、やるべき。そう、一人でも絶対やるべき。一人でだって歌えるんだから。うん、分かった。ねえ。失礼しました。あ、まあ、やります。じゃあこれ最後にね、何しましょうか。その最後の曲で、ねえねえっていう曲なんですけど。この中に入ってるね。この辺りの日々の中からの曲ですね。はい、これは三原さんという、内田裕也さんのバックでギターを弾いている三原康則さんっていう方の、はいはい、作ってくださった作品です。あ、そうなんですか。はいはいはい、はいはい。ちょっとこの中では毛色がちょっと違うんですが。ほうほう、それなら弾けそうなので歌います。お、楽しみだな。頑張れ亜美愛理。ねえねえ自分で褒めろ、よし頑張れみたいな、そんな感じでやります。ちょっと待ってね、マイクだけセットします。はい、ね、はい、はい、いいですか。はい。わかるなんていうことは、ねえねえ、簡単だよね。歴史は繰り返すなんていうこと。でも吐き捨てるのはやめてみない、やめてみない。もしかしたらできるかもしれない、繰り返しから抜け出すこと。ジョン・レノンも歌って
ってた。夢見る人かもしれないけど、君は一人じゃないって、決して一人じゃないって、そうさ一人じゃない、そのこと。砂漠の中の俺たちはなぜ飢えてる？でも本当はね、みんな何が見える？目を閉じて心開けばいい。何が見える？みんな忘れて目をつぶって心の扉を開いてごらん。はい、ということでね、素敵な歌じゃございませんか。フリーダム、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 ライブだとこの後フリーダムでもガンガン行きますからね。そう、ね、わーって行きますので、そういう感じになるの。そうです、そうです、あ、チャレンが来て。ということでね、最後になりましたけど、あ、もう時間となりましたね。また僕あのライブの宣伝するの忘れてたけどね、19日フライデー、23日スモーキーです。19日フライデーですね、高橋真子さんと僕と、23日が、ということですね、あのスモーキー渡辺武史ね、また来週、お会いいたしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。 See you next time。後ろ姿優しい、あの人は今はない。人の心が好きさ、無口の山に見る季節は巡り色変える街、 A river side my hometown、 今また生まれ変わるさ。
人もがいる。忘れかけてた思い。